いたんですけど、ちょっと子供っぽかったかなと思うので、もっと大人の女性を演じられるような人になりたいと思います。まあ、セレンティやるというのは冗談ですが、皆さん、私も今度からもうセーラームの一ファンとしてすごくこの舞台を応援しています。皆さんも応援してあげてください。本当におめでとうございます。すいません、ご紹介するの忘れちゃいました。初代マーキュリー役の森野綾子さんです。お久しぶりです。初代セーラーマーキュリー役の森野綾子です。緊張する毎回このコメントっていうのが大嫌いでしてね。はい、500回記念本当におめでとうございます。おめでとうございます皆さん、本当に。いつまでもこの夢と希望と、はい、皆さんのこのパワーで2001年まで頑張ってください以上です。ありがとうございました。じゃあ次は、初代ちびブーンの川崎真央ちゃんです。500回公演おめでとうございます。初代ちびうさ役の川崎真央です。小学校2年生だった私も、もう中学校1年生になりました。これからもセーラームーンと一緒に成長していきたいと思います。次は2代目プルート役の斉藤玲さんです。500回おめでとうございます。500回って言ってもピンとこなくて、やっぱり年月にしたら7年ということだそうで、本当に7年の間には私たちを含めて、たくさんの人がセーラームーンと関わって、それはお客さん皆さんもそうなんですけれど、そしてもちろん卒業していったみんなもいて、今日来れなかった出演者の中にもこの間たまたま会った子が何人かいたんですけれども、みんなお仕事を変えてもね、すごく生き生きと元気で頑張ってる子がいたり、来年結婚しますっていう友達たちがいたりして、順番守れっていう感じだったんですけれどねでもなんかみんな卒業してもすごく元気で生き生きと魅力的にやっているのを見て、あ、私もまだまだ頑張らなきゃなと思いました。ここにいらしてくれた皆さんを含めて、出演者スタッフのみんな、一度でももうセーラームーンに関わった人は全員仲間だと思っています。これからもお互い励まし合いながら、頑張っていきましょう。そしてセーラームーン700回1000回本当にみんなで見守っていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。次はセーラースターヒーラーの奥山桃子さん。皆さんこんにちは。どうも、500回公演おめでとうございます。いきなし出てきてこんな格好で踊って歌ってびっくりしたと思うんですけれども、私もね、皆さんの熱気に圧倒されて今日はかなり緊張しました。一人でこう喋ってるのもドキドキしてるんで、ちょっと相棒を呼んでみたいと思います。ずるいよ小野光さんですどうも小野光です。500回記念おめでとうございます。出れなかったのが残念ですけれども、やっぱり見てて見るより、パンフレットに客席で見れるって書いちゃったんですけど、見るより出たいです、ね、久しぶり。なんかさ、どうしたったの？浮いてるよ。君こそ浮いてるよ、ブカブカで。あ、本当にそのカツラダメだよ、かぶってきちゃう。友也気持ちの気を借りましたダメだよありがとうございます。本当にちょっとね、これね、丈短いんだよね借りてきたんだけど、ね、私マネージャー。本当にね、皆さんすごいですよね。今日客席で見ててね、すごいみんなエネルギッシュに演技をしてるんで、すごい私たち感動しましたよね。はいなんで笑ってんだよそうだね、せいやくんはね、今日はね、こんなんで来てくれましたけど、王妃のおもりしてますんで。そうなんですよ、ギャラが出ないと来ないっつってわがまま言ってるんですよ。いや違う、踊れないからもう僕嫌だよって言って来なかったんですよ。ね、まあ私たちだけこう雑談しててもしょうがないしね。トイレ行きたいお客さんもいると思うんで。いるか、はい、待ちたいと思います。はい、はい、じゃあ、最後に締めていただきましょう。悪役たくさんやってます兄貴